Catch the Spirit. Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週は、シフト園芸発売記念。幸喜と美智子のシフト園芸ウィーク。ありがとうございます。4月25日に幻冬舎より発売となります、はい。シフト園芸というタイトルの本でございます。私の。エッセイ集ですね。はい。面白いですか？面白いね。読み返します？やっぱりゲラで。うん、もちろん。いや、すいません、ね、嘘つきました。あのエッセイをまとめたものが出て、うんうん、まだ実はちょっと読んでないんです言っていいんですか？そんなこと言っていいと思います。僕でもあれなんですよ、自分のね、朝日新聞のエッセイが、はい、大体1年分ぐらいこうまとめて本になるんですけど、あ、そうだね、うん、ゲラチェックすると、うん、直したくなっちゃうんですよ。そうでもね、一回もう表に出ちゃったもんだから、うん、それを直すっていうのはなんかね、卑怯者の仕業みたいな感じがして、もうだからあんまり見ない、もう本ができてから読むようにしてるんですけど。最初はしてたよね。最初はしてた、うんうん、でキリがないし、それはだから今いいこと言ったけども、うん、面倒くさくなったんですよ。多いですよ。いやいや、面倒じゃないよ。いや、面倒くさいからそうだ、自分の正義感のせいにしよう。いや、これは正義感でしょ。自分に対する。誰が得するの？ん？誰も得しないですよ。いやいやいや、直した方がいいじゃないですかいや、だけどそれはやっちゃいけないことのような気がするんですよ、人間として。やっていいのかな？めちゃくちゃいいんじゃないですか。あんたと和田さんの対談集なんか すげえ赤字だらけだって誰か言ってたよ。それはだって出版される前ですもん。ああ、そうかそうか。対談したゲラを直すのはいいんだけど、うんうんうん、一回もオープンしちゃったものを、うん、なんか潔くない感じがするんですよ。確かにね。またもう一回直すっていうのはね。うんうん。そうそう。だから私も今回はあえて読まずにいいよ、目をつぶって。それは面倒くさかっただけでしょ。うん、そうなの。自分の文章とかって読むの嫌じゃないですか。嫌ですね。自分の出てるテレビとかどうしてもやっぱり直視できないですよね。嫌ですよね、うん、特に多分三谷さんなんかは一、うん、人で見てる分には平気でしょ。親しい人が隣、例えば私とか、うん、三谷さんとか和田さんとか隣にいた時パッと変えたくならない、自分が出てる。いや、一人でも見ないですよ、自分のが出てくると。あ、そう、うん、へー。あとこう見ないようにして見る、それこそ流し目でね。いや、もう知らないんですね、流し目のこと。真正面で見るの恥ずかしいから、ちょっと横目で見る。計算消してないのか。たまに番組の総集編みたいのが流れる時に、うん、突然僕が出た飼い犬がちょこっと出たりするのがもう耐えられないんですよ。無防備見てる自分がいるじゃないですか、うんうんうん、こう始まるぞって見てるわけじゃないから、なんかね、そっちの方がまだ見られない、こういうもの耐えられない。へえ。清水さん、初めて自分の声を聞いた時ってどうだったんですか？なんかショックだってこと聞いてたから、そうでもなかった。自分が聞いてる声とそんな変わんないなって思った。うん、びっくりした。びっくりしましたね。うん、まあそうだね、ちょっとはびっくりしたかな。あと自分の後ろ姿を見た時がすごいびっくりした。映像で。あ、そう。ひでえと思った。私もなんかそのね、主婦と園芸の中で、うん、私の後ろ姿のイラストが出てくるんですけど、うん、そっくりで、なんでこの人知ってんだと思った後ろ姿って出ますからね。出るね。年齢が出る。年齢も出るし、性格も出ますよ。え、やっぱ胸張って生きてるかどうかですよ。そっち、そんだけのこと確かに年齢出ますよ。僕とか猫背だから、うん、なんか自分が思ってたよりも 30% ぐらいかっこ悪い感じがしてて、うわ、嫌だなと思って。あ、男の人の猫背ちょっと好きですけどね。本当に？あんまりペコリペコリあんまりこうグイって来られるよりも、そうか、鳩胸よりも猫背を選ぶ。鳩胸っていう言い方でどこかと思いますねあ、そうなんだ。うん、背が高くてひょろっとした人の猫背なんかちょっとかっこよくない？なんかあんまり堂々とさ、すごくかっこいいでしょ私っていう人じゃなくて、松重豊っていう役者がいて、かっこいい背中。彼は何センチぐらいあるんだろう、180以上あるんですよ。で、うん、昔からよく知ってるんですけど、うん、やっぱり背高いから、どうしても猫背になっちゃうんだって、うん、いろんなものをこうくぐって歩かなきゃいけないから、うん、こうやってくぐればいいのね。リンボーダンス、うん、そしたら鳩胸になりますもん、ね、嫌われるわモテないだから人の鼻の穴を見たことがないって言ってましたもん。
そんなに高いことはないけどね。だって松茂が見る花の穴の持ち主ってことは松茂高くなきゃいけないですからね。まあそうですけど、でもいろんな人間ね、なんか拾ったりとかさあるから、そんなことはないと思うんですけどね。松茂が言ったんですか。松茂がって言ったら私何でも黙ると思わないでよ。ちょっとかっこいいだけで。松茂はいい、あの大河ドラマもいいですもんね。あんた松茂さんよりちっちゃいくせにそうやってあの呼び捨てして大丈夫なの。せいの順せいの順で言うと負けますけど、年僕がちょっと上ですから。あ、そうなんだ。一つ上かな。一緒に劇団でやってましたからね。そうなんだね、うん、あんたたちの世代いいね。なんかお互いにこう自分の活躍とかさ、うん、相手の活躍をテレビなんか返して知るんだもんね。そうですね。ね、学生時代から知ってんでしょ。うんうん、なんか松茂があの下北沢のあのラーメン屋さんで働いてる時から。茂雄？え、松でしょ。うん、豊かでしょ。なんで取り合ってんの。あ、でも似合うね、ラーメン屋のバイト。うん、あれなんだっけ、なんていう。松茂？民家、いや民店、民店。あ、そうだったね。言ってましたもん。ブルーハーツのね、ひろとさんも。ひろと君ね。うん。あそこのさ。あの前も言ったっけ、働いてる男の人の感じってすごいんだよね。昔からね、伝統ですからね、うんうん、まあ私しょっちゅう行ってるからね、あのあのですよね。僕もしょっちゅう行ってますよ。民店の民は清水ミチコの民だからね。めっちゃ三谷幸喜の民かもしれないじゃん。みっちゃんってだからね、略してるだけで。そうなんだ。何の話でしたっけ。何の話もしてないんだ。そうなんですよ。一つ聞いていいですか。この間うちのマネージャーもね、はいはい、私も試着室でね、試着室、洋服を買う時に試着室に入って試着しました、はい、パッと見られてお似合いですってこう言われるの嫌なので、うん、じゃあ自分で決めますからねって言って、うん、鏡で自分で決めて、じゃあ買いますだの、うん、あのやめますだの、うん、声だけでね、うん、言うようにしてるんです。出てこないでね、うん、中でね。ところがそのマネージャーが入ったら鏡がないんですよ、相手もちゃんとしたもので。すごくないですか。出てこいってことでしょ。見せなさい。それにも参ったけど、こういうことってない。洋服こうやって見てるとさ、それ私が着てるのと一緒なんですよって、男のブティックさんでも女のお店でも、そういう時ってなんて言ったらいいんだろうね。僕は洋服を買った記憶がないんですよ。その今の洋服何。これは多分お下がり、お下がり、これはなんかあれですね、あのポールスチュワートじゃないの。もちろんポールスチュワートですよ。じゃああまり知らない。そう、本当だ。今ので分かった。PS ですよ。あ、言ってないな。これあの PS ですよ。これは多分あのスタイリストさんがいつか選んでくれたやつをそのまま買うんだ。着てる。あ、いいかもね。ベストかもね。うん、だってベストは着てないよ。何ですかそのつまんない。何百年と言われてきた。Of course, our director is wearing Paul Stewart upscale men's Anglo-American classics. He's got good stylist. But hey, talk about the coincidence. As our host mentioned, the very tall and, according to Michan, very kakkoi actor.